はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。で、このチャンネルでは私が、ほぼ毎日、毎日1冊を目標に、本を読んでですね、その内容をレビューするという内容になっています。で、今日は、この超能力から能力へと、でサブタイトルが「宇宙的な未知の力を身近なソフトウェアに」というタイトルの本をご紹介したいと思います。で、この本はですね、近所の古本屋で100円で売ってた本なんですけども、すごく古くてですね、1997年に書かれてる本になります。で、特別この超能力とか能力っていうものについて惹かれたわけじゃない、能力開発系の本は非常に好きでよく読むんですけども、その超能力にすごく惹かれたっていうわけじゃないんですけども、たまたまその近所の古本コーナーにですね、その超能力っていう内容がたくさん置いてあってですね、誰がこれをその置いたんだか分かんないんですけども、目に留まったということで、なんかきっかけがあるのかなと思って買ってみた本です。で、ちょっと結論というか、先に言うとですね、ちょっと最後まで読み切れませんでした。で、内容としてはちょっと裏にですね、内容が書いてあるんで、それをそのまま読み上げますけれども、超能力の存在を目の当たりにした作家村上龍が未知のエネルギーTDE を操る山岸隆かな、ちょっとすいません、お名前を間違ってるかもしれないですけど、この方ですね、山岸に迫った元気の出る一冊、誰にでも超能力はあると説く山岸のしなやかな発想、体に心地よい治療法、たゆまぬ好奇心と、そして新世界観、文庫化にわたり2人の魅力の世紀末対談と最新3年間の軌跡を紹介する決定版という内容になっています。で、なので、中身としてはですね、タイトル、各所のタイトルを読みますけれども、序章として村上龍の特殊エネルギー体験というところから入っていて、なぜ村上さんがその超能力というのを信じるに至ったかを、話をしていると。で、第1章が、私の能力ということで、この山岸さんがどういう能力を持っているか。で、第2章が対談、超能力から能力へということで、対談形式に入っていくと。で、その超能力というのはどういうものか、どういうことができるのかということを説明していったと思います。で、もうちょっとここから先ほとんど読めてないんですけども、第3章、特殊エネルギーの最前線事情ということで、この山岸さんとですね、東京、何すいませんちょっと大学名が分かんないですけども、ある大学の、付属病院の、先生がですね、この山岸さんが、持ってるというか発明されたんですかね、そういう治療法を使った、治療効果について説明してると。で、また最後第4章で対談に入って、3年間の新しい心と奇跡というふうになっています。で、ざっと本当にちょっと最初の方しか実は読めてないんですけれども、どういう内容かというとですね、この山岸さんという方が、ある日、超能力を得たと。で、その超能力を得た、経緯についてはもう少しもちろん丁寧に書いてあって、突然こう目が覚めたらできるようになったっていうことじゃないんですけれども、でもちょっとそれに近いですね。具体的な描写はあるんですけども、なぜその超能力を獲得したかっていう、科学的な説明はなされてなくて、ある時超能力を得たと。で、その後ですね、どういった不思議な現象が自分の意思で起こせるようになってきたかっていうことであったりとか、そこからそれを、他人にも、その力を使って影響を及ぼす、影響を及ぼすっていうのはよりいい影響を及ぼすっていう意味なんですけども、そういうことができないかということで、いろいろ活動されてるそうです。で、何ができるかとかですね、いろいろ書かれているんですけども、ちょっとまず内容がですね、例えば、その人がこう手をかざすと、例えばじゃあ病気が治ります、そんな内容もあったと思うんですけども、そういう内容も書いてあって、それはまだ理解ができるというか、私はその直接信じてるわけじゃないんですけども、世の中にはもちろんその科学の力で解明されてない現象っていうのはまだたくさんあると思ってまして、そういう意味ではそういうことがあってもいいのかなというふうには思います。ですが、例えばですね、最近では、最近だってこの本の中での最近では、直接その山岸さんが超能力を伝えるだけではなく、私が作ったエネルギーを封入した CD を最低20本ほど聞くだけで、その後十分に使える程度の超能力を誰にでも持っていただくことができますというふうに書かれています。で、もうこうなってしまうとですね、その山岸さんが仮に一人、通常の人間と特異的に優れた能力を有するということは十分あり得ると思うんですけども、それが CD で、誰にでもお伝えできますという話になってしまうと、じゃあ今なぜ私はそれを持っていないのかもわからないし、やっぱり本当にですね、それで超能力っていう、その世の中に良い影響を与える力があるんであれば、おそらく人っていうのはそれをこぞって買い求めて、
まあもう今頃ですねすごく話題になってるはずなんですね。でまあそれがなっていませんし、まあ、おそらく私がこの本が発売された当時、まあこの本読んでもですね、まあ、ちょっと同じ感想を持ったのかなということで、まあ、少し、まあ、残念に思いました。で結構序盤にそういう話が出てくるんでですね、まあ、少しちょっとそれはあの私の今考えている内容とはちょっと合致しないのかなというふうに思います。で、まあ、ちょっとなんていうか残念だなと思うのはですね、この辺はそのすごくその科学的な、まあ、考え方とかですね、その科学的なというか合理的な考え方ですね、今私が説明したように、じゃあその力がなぜ広まっていないのかというところから、まあ、明らかにその疑いというか疑問を、まあ、挟む余地があるのに対して、実は内容はですね結構あの細かく説明してあるんですよね。その神経がまあどういう構造で人体の中でできていますかとかですね、免疫機能がどういうふうに発揮されてますかとか、脳はどういうふうに、作用してますかですねとかですね、結構丁寧に書いてあります。で、もともとこの山岸さんという方は確か薬剤師をやられていてだったかなとかっていう経歴があってですね、私、まあ、あの生物学の知識、まあ、基本的な知識は多少あるんですけども、まあ、そういう内容からすると、まあ、確かにその生物学的な説明についてはあのそんなに間違ってないんですね。間違ってるなと思うところもあるんですけれども、そこはまあぼちぼち正しくて、まあ、ちょっと変な言い方になってしまいますけれども、普通にその生物学の知識がない人がぼーっと読むとですね、もっともらしいし、まあ、それなりにあの論理的に整合している内容が結構ちゃんと書かれてるんですね。グラフがあのイラストがあったりとかなんですけど、まあ、その上にこの超能力っていうものが乗っかってるもんだから、ちょっとこうややこしいというかですね、ちょっと立ちが悪いという言い方が悪いんですけどものかなというふうに今感じました。だ率直に言うとちょっとこうなんていうか狐につままれたような気持ちになりながら、読まざるを得ない内容でしたので、まあ、ちょっと途中で読むのをやめましたということです。はい。で、まあこうやって、こういう本もですね、読んでレビューをすることにしてますので、まあ、変な話、その1日1冊、まあ、毎日ですね、すごく難しいビジネス書を読むわけにもいかなくてですね、まあ、こういう本もたまにこう気分転換で手に取ってみるんですけれども、まあ、こういうふうにレビューをしている以上ですね、もしその例えばこういった今私がお話をした内容に対して、まあ、反論というかですね、その考え方は違うんじゃないのとか、まあ、この本を読んでみるともう少し理解が深まると思いますみたいなことがあればですね、ぜひ、お気軽にというか、ぜひコメントをいただければなというふうに思います。で、私もこうやって話しながら話、まあ、考えながら話しながら、まあ、整理してますけれども、必ずしもというか必ず私が今持っている知識というのは 100% 正しいわけじゃありませんので、まあ、その知識を広げるために読書をしてますので、まあ、ぜひそういった、コメントとかですね、アドバイスとかいただける方がいれば、コメント欄にコメントいただければなというふうに思います。はい、今日は以上です。